パルマデ・マヨルカ大聖堂にあるクレメンス八世の墓、クレメンス八世は第206代ローマ教皇であるマルティヌス五世の対立教皇である。本名はジル・サンチェス・ムニョス・イカルボン、テルエルで生まれた。1423年に対立教皇だったベネディクトゥス十三世が死去すると、三人の数奇教によってアラゴンのペニスコラで対立教皇として選出され、 教会大分裂時代の初代対立教皇である、クレメンス7世にちなんで、クレメンス8世を称した。しかし内部は弱体で、数奇教の一人が別の対立教皇ベネディクトス14世を勝手に選出したり、アラゴン王アルフォンソ5世が教皇マルティヌス5世への圧力として、クレメンス8世を利用しておきながら、教皇と和解すると1426年に、 クレメンス8世へ退位を勧告する有様で、実態は虚構に過ぎなかった。1429年7月26日にマルティヌス5世へ忠誠を誓いたい、同年8月にマルティヌス5世よりパルマデマヨルカの司教に任命され、以後は歴代のローマ教皇に従った。また、アルフォンソ5世の側近で交渉を取り仕切ったアルフォンソデボルハはバレンシア司教に任命された。 1446年12月28日に死去。a b シンカトリック大辞典編纂委員会 P659。クルーラス P20P21。スチュアート P185。バンソン P134P135。クルーラス P21P22。バンソン P135。ありがとうございます。